青梅スタジオです。今日は公園行きました。竹下通り、今日は竹下通りでこれをやります。パズドラのゴッドフェス代わりに弾いてくださいということで、竹下通りで代わりに弾いてもらいたいと思います。そして弾いてもらう人はこちら、12歳から89歳までの女子。今回も女子に弾いてもらって、あわよくばお持ち帰りしたいと思います。早速、はい、こんにちは。パズドラっていうゲームのゴッドフェス、代わりに弾いてくれる人を探してるんですけども、どうですか？金の卵が出るとすごいいいんですけど、その金の卵が出やすい日なんですよ今日。それで僕運悪いんで、代わりに引いてもらって出してもらおうという。めっちゃ嬉しい。もう1回しかできないんで、どっちが行きます？そう、せーの、2人で。あ、2人で行きます。まずじゃあこの回すって ボタンありますよね。これじゃあせーので押してください。せーの、はい。あー、反応押せない。せーの、はい。あ、一人で押してるでしょ。いや、もう結局一人で押すんかい。ドラゴンの背を下に下げてくれればいいんです。映んないですか？もう行きましたよ。金庫行け。あーあーあー、星のマークに出ました。ということで一番下、ゴッドフェスで全然出てこない一番下が出てきました。逆にいいかもしれないけど、いや、良くないですよ。ちょっとどうしてくれますか？すいません、困らしちゃって。ありがとうございます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 。良いお年を。良いお年を。いや、もう最悪ですね。一番弱いやつ出ましたよ。一番弱いやつ出ましたよ。ほんなガチャ引く必要ないやつ出ましたよ。さあ続いて2人目を探したいと思います。パズドラのゴッドフェスを代わりに弾いてくれる方を探しております。どうも、あのお豆三四郎です。チャッ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